皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ原始編ですね。穴に落とされたところになります、ザキによって。で、真っ暗で上に旗がついてるけど匂い嗅いで、あ、いるな。戦ってみるか、とりあえず。肉、あ、肉なんだ。どこだ、骨。これは敵か。え、やばそうなんだけど。アルコサウラとか。とりあえず眠らせよう。これ結構範囲広いからね。寝るか。あ、寝た。で、寝てる間に近づいてこれをやろう。どこどこ。あ、レジストかかっちゃってるか。どこどこ自分がね、能力下がるんだよね。何がいいんだ、これ弱点になってんな。尻尾78、それなりに食らうな。弱点炎光か。ちょっと引っかいとこじゃ。あ、ちょっと待って待って待って、レジストかかってる。いけ。まあ範囲攻撃にしてはね、ダメージを当たった方、全然軽減室に入らん。骨肉倒せるときは倒していこう。うおーっと、ちょっとなんかモグラがいいな今度は。ガボラッチョ、キコキコ。まずこいつを倒そう。弱点炎、おお、いいね。けけけ、弱い。めちゃくちゃ吹っ飛ばされたな自分も。あ、ヒットポイント10とか超弱いじゃん。ダメか、全然経験値入んないから、もうここの敵はザコとみなしていいのか。あれ、ザキ、あ、ここに行けるってこと。え、わかんねえ。あ、どこでもあれだな。開け、開いた。ここに出てくる、どういう構造してるんだ。先へ急ごう。姫ちゃん、名前なんだっけ、もう忘れちったよ。あ、ここが穴でジャンプして、え、どういうことどっから来たんだ。さて、外一旦匂い嗅いで、あー、まあ敵はいるよね。これは荒野の敵か大体。いや、全然違う。弱点殴る、飛ぶ、光。じゃあ光だったらこれだと思う。恐怖になってんな。で、殴るがいけるから一体ずつ処理していこう。ダメだ、もう一回行こう。うおー、はちょっと溜めなきゃいけないからな。3回必要だよね、この恐怖の効果が。わからん、いずれにせよこのゲーム結構状態以上強いからな。浮きもあれか、結構なダメージいくか。いや、全然いかねえわ、弱点の割には。津波ってヒットポイント回復されるんだよね。大して回復されないけど。
これで終わりだ。フィニッシュ、フィニッシュの雄たけび。まあちょいちょい、あとレベル1上がるかどうかっていうとこだな。敵はここ。いやいやいや、いっぱいいるな。アーケテリウムみたいなのは、ウィークが少なすぎるな。どうする？じゃあ一回やってどれくらいダメージが通るか。レジストでも、あ、まあまあ通るわ。みんな恐怖になってるし。じゃあ浮きで、そもそもヒットポイントが少ないかこいつらで倒したでしょ。死なばもろとも。で浮きで、あ、これ1体しか入んねえや。あ、2体入ったか。スナミ、これくらいだったら大丈夫でしょ。ヒットポイントが少ないからさ、メーター的にはめちゃくちゃ回復されてる。範囲攻撃役立つよな。確かに火力はそこまでいかないけど、やっぱり複数にダメージが当たるっていうのはでかい。いやー、敵が多くても全然だな。ワンサがいるわ。ちょっと全部排除するか。1レベルくらい上がりそうだしね。よし、レベルアップ。ズドラゲラテイ、よくわかんない。デイン系覚えた。5。あれ、変なやつがいる。こいつはザキの手下か。え、おお、これは合成屋さん。めっちゃあるからさ、合成したいんだよね、いろいろ。ナイフ2個しかないけど、ナイフと木の棒とかいいんじゃない。ブスブスやり、いやもう適当にやっていこう。とりあえずいろいろ作ったんでお任せ装備にしよう。え、どうなの、わかんねえ。花飾りとかなんかいっぱい手に入れたからね。獣の牙、ボインビーナスとか、何これ。無限に使用可能、お、すごくない。回復数倍数が下がるな。これ、これは装備アイテム、ちょっとわからん。花飾りで特攻上げとか、なんかいっぱい装備できるしね。獣の牙、ただこいつなんてさ、あ、獣かぶりが装備できる。装備できないんだよね。じゃあ、あとアクセサリーをいかに。獣牙、花飾り、どうだ。これさ、下がるものはないよね、装備して。とりあえずじゃあこれでいこう。本当はね、なんか調べて有用なアイテムを作るのがいいんだろうけど。ん、ちょっと待って、見張りがいる。これは後ろから行けるってことか。匂いを嗅いでみよう。いや、そんな感じじゃないな。ん、なんだ、投げられるかこれを。なんだ、え、今度はすげえ変なやつが出てきたな。あ、これ最初の時もしかして。どういうリアクションだ。もう行くぞ。あれ、まあいいや、見張りのところ行くか。どうしたゴリ。暴走している。あれはゴリ族だったのか。壊滅している。
なんかパクれないのかな。こっち入れる。はい。げー、敵が出てきたんだけど。ちょ待って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 。多すぎだろ。これ、人々40か。一撃なんとかしてくれ。なんとかなったな。一掃できる。経験値は大したことない。ここ、え、ちょっと待って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 、おおおお、ちょっと待って、いっぱい出てきた。でも2体だったらさ、もう楽勝でしょ。一応一目言ったけど40。俺の熱いシャウト消え失せろ。あー、でも2体でもこれだけの経験値。あれ、さっきあんだけいてさ、まあいいか、また出てきた。ちょっとこれは早々に行こう。お、いけ、右上に。なんかめちゃくちゃゴリさん誘惑させられてんだけど。石器ナイフ、これ外に出ればまた合成してくれるのかな。石器ナイフ結構貴重だからな、硬いし。こいつらマジ何族よ。え、お前ら全員排除する。わかんねえ。まあ右側に穴があるからあっちの方にも行ってみるか。ドクロのマークがついている。いや、何気にちょい広めだな。かっさらうもんだけかっさらってこう。骨、木の棒、寝れない。ヒットポイントとか全開するからね。特に宿屋的要素はなくていいんだけど。ちょっと奥の方も行ってみるか。いや待って、でもやっぱりさ、ゴリさんのところが目的地になってるから、ゴリさんを連れてこないといけないんだよな。まあなんだかんだで、でもゴリさん普通に使えるからね。え、なんだ、どうすればいいんだ。3回話しかけるってこと。目を覚ませ。え、ちょっと待って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 、敵じゃないよね。めっちゃついてきてんだけど。いや、俺は行くぞ。このまま仲間を従えて。え、なんだこいつら。怖い、逆に怖いんだけど。こっちまでは来ないか。見つかった。ちょ、俺たちの方が早いし。出てきた。いや、どれだけの数が来ようとも俺の敵ではない。え、敵対するの結局。あれ、いや、味方になってくれてる。いいやつらだ。今のうちに行くぜ。これ意味ある？特になんもないよな。これは何の儀式？なんかすげえ生贄っぽい感じの儀式になってんだけど。
やばくないか。一応これ族長なのかな。なんえあ、これで生贄を捧げるから何とぞ何とぞみたいな。正面から行く。勝てると思ってんのか俺に。もうクリアレベルなってるんだぞ多分。荒野で鍛えたこの俺の力。貴様は後ろから指示するだけで自分では動かないか。ザキ、今度こそ息の根を止める。完全に隠れてんなあいつ。まずは遠くから。弱点とかなしかなかったはずだからね。耐性はあるけど。まあまあいいダメージは当たらない。この距離にしては来るまで半分くらいは減らしたいけど、もう無理か。接近戦にとも次は来たな。まあ半分はいってないかもしれないけど。恐怖になってる。貴様に恐怖を追いつけた。あとは何がいいんだろうな。ガブッと噛みついて能力を下げとくか。デバフはね結構有効だからね。逃げるか。俺の噛みつきデバフかかんないけど。何もやらせない。あ、でも恐怖が解けてんな。来るか最後の。瀕死じゃないか。バリドリー。なんか取られる。いやそんなことないな。最後はまあ普通にドカドカでいくか。貴様はもう俺の敵ではない。ん、来るか。こいつは何を蘇らせようとしてたの。蘇らせようとしてたんじゃないか。あー落ちる。一応骨がクッションになったか。ん、これは今までに生贄にされたやつら。族長大丈夫ですか。こんなんになってまでも族長を心配する。しかし族長は無能だ。ザキは仲間になれるのかな、これで。ここからやられたか。出るためには一時休戦。ああ、めちゃくちゃ巨大じゃないか。ザキ、ここは急戦だ。一時共闘しよう。あれ、ザキ行かないんだけど。いや完全にティラノサウルスだな。 ODO って何。あ、ザキ
お前も来るか。992、弱点とかはないな。ってことは恐怖とかにはならなそうだけどな。麻痺とかになんないかな。こいつを麻痺させるだけの力はなさそうだけど。いや無理だよな。神砕き、これでどんくらい食らう。138か。まあしょうがない。いや防御下げられるのは痛い。毒とかってどうなの。これ使っちゃうとね、自分の能力が下がっちゃうからな。敵能力でちょっとやはりデバフをかけとこう。引け、よし効いた。でルールーいけるか。神砕き、ちょっと次回復したいな。うわ防御そうだ、下げられてるんだ。アイテムでコインビーナス、あこれいいっちゃね。ザキお前も来るか。ちょっとなんだかわからん。反撃専用、お前前線に出ろ。もいやでもちょっとコインビーナスの、うーどうだ、333強すぎる。威力が高いやつがいいな。相棒を飛びかからせる。ちょっとやってみるか。いけゴリさん。ちょっとどういうこと。あ相棒ってこいつの相棒ってこと。なぎ倒し130やばい。うーんまあちょっとやっぱ下げとこう。回復の祈り、いいね。いやこれマジすげえ。でそっからルール行こう。でもうなんかこれでいいや、適当にバリタンク。まあ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 戦力にはなってんな。じゃあ敵能力下げられるからガブラッチョしとくか。ガブラッチョ下がれ、下がらんな。防御力を下げたいんだよな。ザキお前は後ろで寝てろ。しょうがねえな。まあ、肉いっぱいあるからちょっとお前の骨に恵んでやるよ。あそっかボインビーナス別にザキが使ってもいいのか。ウキプー次ルールで決まってほしいんだけど。攻撃力下がりの、いけ366倒した。異常すぎるルール。所詮こんなもんだ。族長はマジで何をしようとしてたんだ。だってこいつの生贄にしようとしてたんだよね。でその後なんだ、生贄にすればこいつを操れるとでも思ってたのか。お前が次の族長だ。ここは手を取り合い共に和平への道を。ここ自分の家か。ポコとか何歳なの年齢的に。ゴリさんが言った。超謎の一族も出てきた。空気を読めるやつらだ。
どういう状況よ。おしまい。はい、というわけで原始編が終了しました。クリアデータレベル11、だいたい11くらいなんだよね。こいつレベル上がんないから2だけどさ。で9でしょ。でアキラも11だもんね。9は7か。まあそんなわけで次はいよいよ幕末編ですね。やっていきたいと思います。これはもう普通にかなり楽しみです。というところで、今回ここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。